新年こえらご心地ください、明けましておめでとうございます、うろぶじげんです、この度、憧れの PD において、プータ氏の新作に、参加させていただき大変光栄な思いでおります。ただおいしも、台南の方では大きな災害があったと伺っております。とても心配しております。皆様のご無事を、お祈りしておりますし、もし災難に遭ってしまった方も、一日も早く、復興に、できますよう、励ましになるような勇気づけられる作品を、仕上げられればと思って、僕も頑張っていきます。どうか、皆様ご無事でありますように。それからですね、2月の10日には、僕も、台北国際動漫祭に参加させていただきますので、またぜひ改めてその場でご挨拶できればと思っております。よろしくお願いします。新年会は、うろぶじげんでした。では皆様どうかご無事でありますように。